こんにちは、速稼塾の久保です。人、時、ところというね、3つの事象のことを人、辞書というそうですね。これを人、辞書、三相応の真理と。今回はね、ノックさんが暗号通貨になぞらえてその例え話をしてくださいました。まあ、ノックさんはね、数年前に暗号通貨で当てて、で会社を辞めて今ね、自由にお過ごしなようですけども、それを見てですね、あ、自分にもできるかもしれないと思って、やっぱり同じように暗号通貨で一山当てようとした人がいたらしいんですけども、やっぱりそういう方って失敗するんですよね。これはね、やっぱりある人がやったことをそのまま真似てもダメなんですよ。その人がどのタイミングでやったのか、どういった場所でやったのか、そしてその人の人柄とか人生観はどうなのかってことが一緒ではないんで、同じことをやったからといってうまくいくわけではないんですよね。それは本当に納得できますけども、この人辞書というね、この三相応の真理というのは私知りませんでしたね。でもこうやって聞いてみると確かにその通りで、やっぱり同じことをしてもダメと。例えば私はね、 FX やってますけども、じゃあみんなが FX やって勝てるかって言ったらそうでもないんですよね。やっぱりね、どこでどのようにやっていくのかとか、どういうふうに学んでいくのか、誰に学んでいくのか、人時、ところ、この3つがね、いつもキーポイントになってるんだなと思いますね。皆さんもね、やっぱりいろんなことをしていて、おかしいなと、同じことをしてるのになんで結果は違うんだろうと思うことがあると思います。まあ、この人辞書っていうのが大きく関わってるのかなと思いながらね、ノックさんの動画を聞いてみました。今回もね、ノックさんに一つ大きな学びをいただきました。ありがとうございました。それでは次回の動画も楽しみにしてます。いってらっしゃい。